アウレシア家のファハド殿、お呼び立てして申し訳ない。突然ではあるのだが、ずっとお慕い申し上げていた。どうか私と結婚してくれないだろうか。私の名はラチエル、ジャハリー家の一人娘。得意なのは税金計算とクレーム処理、苦手なのは恋愛事である。話は少し前に遡る。やはり政略結婚か。うちの財政状況本当にやばい。打てる手は大体打ってる。金持ちと結婚して優しい利子で借りる、それが一番現実的ってとこまで来てる。やばいっすね。まあ確かに一人娘のお嬢が自ら財務一人で抱えてやるくらいにはうち貧乏っすからね。でも無理。もう何回も政略結婚チャレンジしたでしょ。でも恋愛スキル低すぎて全部振られたでしょ。だからもうそれっぽい男性残ってないっす。いや、さすがに全員では。そっすね。あとはいけるわけないハードルバカ高のアウレシア家のファハド様くらいっすかね。行きます？傷つくだけ損すよ。買わない宝くじは当たらない。ハート強。そう、これは純然たるお金目当ての求婚である。ああいいですよ別に。え、しますよ結婚。え、いいのか。え、そういう話ですよね。ジャハリー家のラチエルさんですよね。俺でよければよろしくお願いします。ありさま。いえいえ。その後、実はファハドの方にも。お前の婚約者はどうする？申し訳ないのですが、手っ取り早く誰かと結婚したい事情があると分かり、いや本当に申し訳ない。いいんです、俺も手っ取り早く結婚したかったんで。じゃあ、あの子と。あの人は父の愛人の一人です。え、俺と結婚したら気を伺って俺を殺すつもりだと思います。父は兄びいきなんで目立つ俺が嫌いなんですよね。ただ証拠もないので正攻法で婚約破棄したかったんですよ。利害一致の偽装婚約生活が始まった。結構あなたで良かったと思ってますよ。人は言う。美貌、人徳、資産、その全てを兼ね備えた人間、それがファハド・アウレシアだと。その婚約者が私である。お嬢、大丈夫っすか？大丈夫。この計算さえ終われば繁忙期である。あ、それさっき届いた書類か。預かる。今は少し休んでくれ。私は思いっきり休んでます。お嬢こそ休みましょう。ぶっ倒れたら私も困るんで。わかった。庭にでも出てくる。お、ファハド。こんにちは。あ、こんにちは。話題がない。ない。仕事しかしてない。あさってですよね、ジャハリー家のご親類の方々との顔合わせの日。ああ、そうそう。お忙しそうですが大丈夫ですか？それまでに片付けられるように頑張っている。なるほど、ご無理なさらずに。では。お嬢、早っ。エンカウントしてしまった。しかも気遣わせてしまった。申し訳ない、ボッサい女で申し訳ない。ボッサの自覚はあったんすね。見かけるたびに格差を感じるな。ファハドに損はさせたくないとは思うが、私と別れるのが一番お得な気もするな。それなんすけど、現時点で別れないってことはファハド様っ
ってお嬢のこと割と気に入ってんすかね。え、それつまり私のことす、いやそこまでは言いませんけど、他にメリットないかなって。待ってくれ、でももしファハドに好きと言われたら、私ちょろいからすぐファハドのこと好きになりそう。だからそこまで言ってませんって。大丈夫です、7人連続振られたこと思い出してください。あ、はい。イバメ、ただでさえ緊張してるのに余計意識するようなこと言わないでほしい。しかし顔合わせ、本当に大丈夫だろうか。ファハドにも一応言っておいた方がいいか。ファハド、少しいいだろうか。はい。あれ、かわいい。あさっての、ああ髪か、ありがとう。あさっての、あさっての、はい、その顔合わせのことなんだが。はい。あの、私は親戚から嫌われているから雰囲気はあまり良くないかもしれない。君も不快に思うかもしれないから先に謝らせてほしい。父母がどうしても断りきれなかったらしく、すまない。わかりました。それだけだ。それじゃ。おやすみなさい。あれ、かわいい。お嬢のこと割と気に入ってんすかね。あれ、かわいい、かわいい、かわいい。言われ慣れてないからめちゃくちゃ響く。やめてくれ私を、あんなお世辞にすがりつかないでくれ。あれ、かわいい。味わうな。本当なの？お相手がアウレシア家のファハドって。まさか、本人だったらいくらでも相手を選べる。わざわざこんな身分の低い5歳の娘をめとるはずがないだろう。名の似た別人か、聞き間違いじゃないか。ちょっと声が大きいわ。だいたい私はイスファンとあの女の結婚自体反対だったんだ。盛り上がらなかったわよね、あのお式。そりゃそうだろう、歓迎していたものなんてほとんど。お久しぶりです、おじさま、おばさま。ああ、ラチエル、婚約おめでとう。ありがとうございます。ファハドはウレシアです、お見知りおきを。ああ。え、やっぱり本物じゃない。顔よ、顔よ。誰だよ、偽物が来るって言ったの。声よ、だってラチエルだよ。勉強と仕事ばかりで身だしなみもなっていない。つまり条件だけで言えば婚約するはずがない。ラチエルに弱み握られてる、もしくは騙されているとか。それにしても顔いいな。何か特別利用価値があるのか。声もいい。胃薬の相談してもいいかな。いずれにしろ好きってわけではないだろうな。ラチエル。父上、母上。大丈夫かい。顔色があまり良くないよ。少し寝不足なだけだ、大丈夫。みんなファハドに夢中で私には目もくれないしな。ファハド殿は見る目がある。ラチエルは確かに働き者でいい子ですよね。あれで血筋さえ良ければな。教養の基礎がないから話題も苦労するでしょう。まあ、あなたこんな場でやめなさいよ。いや、もちろんそういう階級だからこそいいところもあるんですがね。ただファハド殿と釣り合うのかと。ジャハリー家でもうちなら王家の血も入ってるんですけどね。ああ、うちの娘も挨拶を。失礼。ラチエル、顔色が良くないようですが大丈夫ですか。そんなに悪いか。心配です、早めに戻らせていただきましょう。そうか、わかった。失礼しますね。
行きましょう。おや、あのお兄ちゃん。おじい？君、イスワハンの結婚式に来てくれてたね。わしと少し話したろ。元気だったかい？え、そうだったのか。聞いてないけど。はあ、アウレシア家は息子さんが代理で来てくれてたけど、あれはファード君だったのか。じゃあもしかしてその時ラチエルちゃんと会ったの？え、そんな話聞いてない。いや、私ここで言わないとダメですか？なれそめ聞きたいです。なんだ、前から知り合いだったの？詳しい話はお恥ずかしいのでご容赦願いますが、あの頃からずっとラチエルのことが気にかかっていたのは事実です。では失礼しますね。休ませてもらいましょう、ラチエル。そうだったの？じゃあファード様もこの婚約は乗り気なんだ。え、じゃあ脅したり騙したりじゃなくて、ラチエル、実力であの男を落とした？本当はとんでもなくいい女なん？ノーアル・タカワというやつ？コツを聞きたい、詳しく。あの、ファード、歩けるから。どういうことだ？でももう部屋ですよ、ほら。 ありがとう。ファードと私は。お嬢のこと気に入ってんすかね。昔一度会っていたのか。あの、さっきの結婚式での話、私あの日はあまり体調が良くなくて、誰と喋ったとかほとんど覚えていないんだ。 もし本当に君が出席していて、本当に気にかけていてくれたのなら、それはつまり私のことをそれなりには。ああ、大丈夫です。俺も覚えてません。あの頃、父の代理で冠婚葬祭行かされまくってて、正直どれが誰の何の式だか、多少既視感はあったので本当の方にかけてみましたが、あれで大丈夫でしたか？あ、そう、大丈夫、大丈夫。よかった。あっ、いや、なんで信じた？逆になんで信じた？調子乗ってたね。7人連続振られたの忘れた？そんで仮に昔会ってたとして、好かれる要素が微塵もないだろうが。万が一このまま勘違いしてたら、私が勝手に、謎片思い突入するところだった。怖い怖い、バハドが息をするように嘘つけんのも怖い。あまり信用しないでおこう。さっきお父上が医者を呼ぶとおっしゃってたので、そろそろ来るかと。それじゃ俺は戻りますね。だけど不思議とがっかりはしてない。むしろ少しほっとしている。ファハド、だってもし本当に好きだったら。ありがとう。戻ればまた私の悪口言われるだろうが、適当に合わせていいからな。付き合わせてしまってすまない。こんな私でかなりがっかりさせるだろうから。なるほど。ではもし何か言われたら、俺の婚約者がどれほど可愛いか力説しておきますね。ではゆっくり休んでください。俺の婚約者がどれほど可愛いか力説しておきますね。俺の婚約者がどれほど可愛い。やめて、私いつもの嘘つきますよって意味だから。本当やめて。婚約者は出来合いのふり。コミックス絶賛発売中。